のニューサイズ 115mm ということで、かなりこれ可愛いんですけど、うん、アピールとかそういうのは多分継承された。そうしっかりね、だからオリジナルマイキーのアクションをしっかり継承しつつ、かなりコンパクトな設計になっていると。羽田さんとかだったら多分、例えばね、僕琵琶湖でマイキーの 140mm オリジナルを使ってる、はいはいね、でも例えばベタなぎになって、はいはい、すごい穏やかな状態では、はいはい、あのルアー結構アピールが強すぎたりする。そこで下げたい場合、もしくは9月とか10月とかアユが切断する。ありますね。ね、はい、アユのサイズジャストなわけ。なるほど。ね、そういった状況で、はいはい、バスがこう上見てるから、アユ振りたい上見てるから、そういう時に持ってこい。じゃあこれトランプの場合、はい、胴池とかね。そうなんですよね。あのオリジナルサイズでよくあったんですけど、あのやっぱりサイズがでかいがゆえに着地音がどうしても大きくなっちゃって、はい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 、いいポイントを荒らしておいてってやっぱあったんですよね。正直言うとミスらんかったらええんちゃう。まあそうなんですけど僕ミスっちゃうんですよ。ああるね。そあるんですよ。どうしてもあるんで、まあ、そんな時は、まあ、ダウンサイジングしたことで着地音とかもやっぱ抑えれて、でもアピールはオリジナルサイズそのまんま継承されてるんで、バスやっぱり出してこれるんじゃないかなって。いいよね、このサイズだったら。ちょうどいいじゃないですか、ね、だからやっぱりオリジナルと115とローテーションして、はいはい、まあ、さらなる、ね、バスの攻略につなげてもらえたらいいんじゃないかと、はい、そうですね、いうわけで、まあ、115mm のマイキーよろしくです。お願いします。